2024年4月4日、韓国が建造していた3000トン級のトサンアンチャン補給通常動力潜水艦、サンチャンボゴ3 KSS3 バッチ1の3番艦となるシンチェイホが、韓国南東部のウルサンにあるヒュンダイ重工業の造船所で偽装工事を終えて韓国海軍に引き渡されたよ。同艦の引き渡し式典にはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、エクアドル、コロンビアの政府関係者が参加したことを韓国メディアのみならず海外のメディアも大々的に報じていて、関心の高さが示されているな。今回は韓国の最新鋭潜水艦 KSS3 の3番艦が就役したことによる、韓国の売り込みが激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このトサンアンチャン補給通常動力潜水艦チャンボゴ3 KSS3 は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルとされ、水中速度20ノットで乗員は50名、連続潜航日数50日の性能があり、533メートル魚雷発射艦8門にミサイル垂直発射装置システム VLS6 機を備えていて、韓国初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載可能な通常動力型潜水艦だね。2020年8月に韓国国防部が2021から25国防中期計画において建造計画を公表したもので、韓国がこれまでドイツから輸入して建造運用をしていた209型潜水艦 KSSI チェンボゴ級及び、214型潜水艦 KSSI アイソン元1級で取得したノウハウをもとに国産化に成功したとされる3000トン級潜水艦で、戦闘システムやソナー水中音波探知機など潜水艦の重要な装備を国産化したとしているほか、潜航時間を長くする非待機依存推進 AIP システムを備え、地上の標的に対する精密攻撃と極秘作戦の安定的な遂行が可能であるとして韓国国防部では、独自技術で開発した世界最高レベルの潜水艦であると主張しているよ。同艦の VLS には韓国が独自に開発してすでに実戦配備されているとされる、玄武3C 対地攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射用に改造したものが搭載可能とされるみたい。しかしながら、この玄武 3C シリーズは射程 1500km の巡航ミサイルで、対北朝鮮を牽制するミサイルとされているのであるが、韓国本土から北朝鮮全土だけでなく中国の北京も射程内に入れることが可能であることから、あえて潜水艦に搭載せずとも陸上に移動式の発射台があればこと足りるとして、わざわざ膨大な経費をかけて弾道ミサイルを搭載可能な大型潜水艦を保有する必要はないとする指摘もあるぜ。このことからトサンアンチャン補給通常動力潜水艦の1番艦トサンアンチャン補と、2番艦安武が就役した頃の韓国においては反日強硬派のムンジェイン政権による異常なまでの反日感情の高まりから、北朝鮮への牽制が目的ではなく日本への牽制ではないかとの見方が広がっていたな。実際に韓国の潜水艦には、かつて日本に支配されていた頃に活動していた反日活動家を英雄としてその名前が付けられており、日本を意識したものであることが感じられるね。ただ、近年における KSS3 をめぐる韓国の動きを見ていると、日本への牽制という意味合いではなく、VLS を搭載することで弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦の保有を希望している。世界各国への輸出を念頭に置いたものである可能性が高いとする指摘が出ているんだ。KSS3 のバッチ1は今回就役した3番艦シンチェイホで建造終了となり、次級は排水量が3600となって VLS が6機から10機に増やされるバッチ2が2025年から建造される予定となっていて、今回招待されている9カ国の海軍関係者はその建造施設見学が予定されているとされ、韓国側は自国潜水艦の売り込みに躍起となっている様子が伝えられているよ。これまでの韓国側の具体的な動きとして、アメリカに対しては造船業界への投資を進めているほか、子会社の設立などを通してアメリカの造船業界への進出しようとする動きが見られるほか、イギリスのバブコックインターナショナルグループとの間で KSS3 の海外輸出での提携を深めていることが報じられ、さらにカナダ、
ポーランド、フィリピンには KSS3 バッチ1の売り込みが盛んであることも知られているんだ。さらにペルー海軍においては韓国のフリゲート艦や大型哨戒艦 OPV 揚陸艇などの建造についてパートナーとして選定され、フリゲート艦など4隻の建造が発注されているほか、南米でコロンビア海軍とエクアドル海軍にも自国のフリゲート艦を提案中であるというよ。また、日本のフリゲート FFM である最上潟護衛艦の導入が有力視されているオーストラリア海軍の、海軍再編構想に含まれる汎用フリゲートの調達先においても韓国のフリゲート艦が候補として挙げられているなど、今回招待された各国それぞれのアプローチが強力に展開されているな。韓国国防部と HD 現代重工業は、招待した各国海軍関係者に対して KSS3 が韓国の独自技術で、設計建造された潜水艦であることをアピールしただけでなく、偽装工事を終えて試験評価中のイージス艦ただし粗大王やフリゲート艦ただし南も合わせて紹介したことが報じられており、パウル・デュクロ中間ペルー大使は潜水艦の内部まで実際に入って見学することが許されるなど特別な経験になったと語ったことが伝えられたぜ。ジュオンホ HD ヒュンダイ重工業特殊船事業代表は今回の潜水艦収益行事は、優れた性能を持つ我々の潜水艦を、世界各国に PR するまたとない契機になったとして、今後、韓国政府とともにチームコリアとして防衛産業輸出に総力を尽くすと語ったね。このような韓国の海軍艦艇売り込みの動きについて、特にオーストラリアにおいて韓国企業の動きが活発となっていて、ハンファグループがオーストラリアのオースタルの全事業を買収する提案が進められていることが明らかになっているよ。ハンファの執行副社長は外国投資審査委員会 FIRB がハンファによる同社買収を拒否するという主張には根拠がないと述べて、買収の噂については否定したものの、ハンファはすでにオーストラリアへの先行投資について FIRB の承認を取得しており、地元労働者を雇用している G ロングの製造工場に多額の投資を実施しているとして、歩兵戦闘車両や自走榴弾砲に弾薬補給車などの契約サプライヤーとしてオーストラリアの防衛産業基盤への確かな投資実績があるとしており、オーストラリアの防衛産業にすでに深く食い込んでいることを明らかになっているんだ。また、今回の式典に招待されている国の中でカナダでは、現在運用しているビクトリア級通常動力潜水艦の老朽化から後継艦種の検討に入っていることが伝えられており、カナダ国防省がこれまでに明らかにしている情報によると、2023年8月31日にビクトリア級潜水艦の後継艦について調達要件を満たす潜水艦保有国の企業や海軍などの協力を得て調査を行っており、次期潜水艦導入のためのプロジェクトチームはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本と連絡を取っているとして、2034年までに退役が予定されている4隻のビクトリア級潜水艦の後継艦として、最大で12隻の新型通常動力型潜水艦を調達して、同国の東海岸と西海岸に6隻ずつを配備したいとしていて、カナダ政府に予算編成を訴求しているというぜ。現状においてカナダ側から具体的なアプローチはない模様だけど、日本の体系方が有力視されているほか、韓国の KSS3 も有力であるとする見方もあり、韓国側のアプローチによっては、かつてのオーストラリア海軍への総流型潜水艦の売り込み失敗が再現される可能性を指摘する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。